人の音っていうのが好きで、楽器単体の音色としてもやっぱり個性が出てくると、まあ、グッときてしまいますね。私たちが大切にしているのは、まあ、いいですかね、音の後ろにある空白とか間っていうもの、お互いの呼吸で合わせてふって出るっていうのをとても大切にしています。竹の持つ音色の美しさにあるかなと思うんですね。あとは自分の息を入れることによって音が生み出される楽器ですので、自分自身というかで一つとしてこうやはり竹自然のものなので、同じものがないじゃないですか。それに対峙した時に自分がどう息を入れてどういう音が出るかっていう面白さがあるので、自分の心の在り方だったりとかそういうのも全て音に乗るというところが非常に面白い楽器だなと思ってます。上は確かにコンディション出やすいですよね、コンディションが一番出るかもしれないですね。左から流笛、能管、こちら2種類篠笛ございまして、こちらはその白木のままの、巣のままの篠笛、こちら漆がかかった篠笛ですね。一番左の流笛は私たちは演奏しないんですが、まあ、ちょっと能管との比較のために用意していただきました。まあ、ちょっと見た目はかなり似てるんですけど、まあ、漆のかけ方ですね、指のあたりの漆のかけ方が違うこととか、あとは中の構造でここが真ん中あたりがですね、能管は少し細くなってまして、そのためちょっとひしぎとか能管独特の音階とかが出るように、できています。じゃあ、こちら篠笛ですね。一般的に篠竹という竹でできていることが多いですので篠笛と呼ばれております。こちらの楽器は本当に竹そのまま生えている竹に穴を開けたという非常に素朴でシンプルな楽器になっております。うん、中には漆が、ね、かかっておりますけれども、うん、この竹の持つ音の美しさというのはやはりこう皆さん一度耳にしたことがあるかなと思います。難しく考えなくていいと思うんです。どの音が自分が好きかなっても本当にいいかなとは思うんですけども、まあ、その上で、まあ、私たちが大切にしているのはまあいいですかね、まあとかね、呼吸っていうものをすごく大切にしていて、こうリズムでいく音楽ではなくてですね、寄り添いながらっていう感じの音楽なので、例えば獅子落としってあるじゃないですか。あれはカーンって鳴ってる音を楽しんでんじゃなくて、カーンっていう鳴った後の余韻のところの間も含めて多分楽しんでるだと思うんですね、多分日本人の感性としては。その感性を持っている日本人が作ってきた和楽器であり日本の音楽なので、そのポンって鳴ったピーって鳴った音の後ろにある空白とか間っていうもの、お互いの呼吸で合わせてふって出るっていうのをとても大切にしています。例えば歌が入っている芸能だと歌詞があって、歌詞が何言ってるのかわからないっていうところから、まあ、そういうあたりを分かんないといけないのかっていうと、そんなことはおっしゃる通りなくて、あれを知るとこれを知ってこれを知ってとつながっていくような芸能なんですよね。一つを知るとそれ のバリエーションみたいなものを見てみると、その違いが分かったりとか、これはこうだったけどこれはこうっていうのがだんだん増えていくと、その邦楽の楽しみっていうのはまた広がるような気がします。Thank you.
私は祖父も父も叔父もみんな笛吹き、まあ、また親戚一同結構その芸会にいて、で、まあ、僕も、小さい頃に少し手ほどきは受けたんですけど、二十歳過ぎてからようやく父が芸大に教えに行くようになって、同じ年頃、まあ、というよりかちょっと年下の方々が皆さんはうちにお稽古に見えて、でそれを見て、まあ、僕もちょっとやっぱり家のことを勉強した方がいいなと父に頭下げて、僕も笛を勉強させてくださいということで大学芸大進学しました。まあだからかなり遅いスタートです。はい、お祭りがとにかく好きな子供だったので、お祭りに行く時に聞こえてくる祭り囃子の音色だったり、まあ、あとはお祭りの最終日にこうちょっと寂しいような気持ちの中で聞いた笛の音というのにすごく惹かれまして、母に今お願いして始めたのがきっかけですね。私のうちは何も知らなくてですね、それこそ厳密に言うと、まあ、祭り囃子と我々の今やっている邦楽囃子というのは、まあ、ジャンルが少し違うんですけれども、分からなくて初めて、たまたま習いに行った師匠が長唄をやってる、長唄の笛をやってるお師匠さんだったの でそのままお稽古するうちにこの古典音楽の魅力に気づいたっていう感じですね。うまく演奏することってできます？なんか今日は100点って、そういう時はね、大概良くないんです。自分が気持ちいい時はあまり実は良くないような気はしてて、自分本位になってはいけないですし、ね、やっぱり会話の音楽というところもありますので、お祭り囃子とかだと篠笛ってもうメロディーの主役になるじゃないですか、うん、でもまあ長唄とか、まあその他の歌舞伎音楽なんか取り組んでてもやっぱり主役になる瞬間もあれば、もうすっと他の人の引き立て役に回る時もあって、まあだから、まあ難しいですねこの篠笛と能管ってこのね性質がねちょっと違うので、旋律メロディーのものだったり、お祭り囃子のような軽快なリズムのようなもの、そして能管の幽玄な音、幽玄な世界を表したりとか、太鼓とか三味線とかとこう融合した時の面白さって、うん、いろんな表情を持ってる楽器なところは非常に面白いですけどね、うん、僕なんか結構ポップスとのコラボレーションなんかだと大体篠笛で、他の洋楽器とか、まあ、そういった楽器とコラボレーションするとまた一つ邦楽っていう観点から気づかない音楽の魅力っていうのは あるかなと思ってて、新しい可能性が模索できるのはもしかしたら篠笛の方があるかなというところが魅力でもありますね。
まあ、我々がやってるのは歌舞伎音楽邦楽囃というものなんですけど、300年前江戸時代の人が作った音楽が今も伝えてもらえて、うん、今も体現できるっていう面白さっていうのがすごくあるなって思ってるんですね。知っていくと結局今の自分たちと変わらなくてですね、花は美しいと思う気持ちだったり、うん、恋しい人を思って曲を作るとかっていうのは何も変わらないので、一緒なんだなって面白さがあるのと同時に、その触れていくことで先人たちが築いてきた文化とか気持ちですよね、そのが継承されていくかなと思うので、やっぱ100年先に100年先もこの音楽を伝えていくっていうことは、日本人の感性、培ってきた感性っていうのが継承されることにもなると思うので、その辺はやはりこうもっと勉強して伝えていきたいなって思ってます。笛吹き目線ですけど、やっぱ人の音っていうのが好きで、美佐穂さんの音がしたりとか、まあ、他の人のいろんな人の音がするっていうのが、まあ、僕の場合は笛が一番感じやすいかなっていうところで、うん、楽器単体の音色としてもやっぱり個性が出てくると、うん、まあ、グッときてしまいますね。今こうやって日本の楽器に触れる機会が少なからずともありますので、そういうチャンスがあった時にぜひ触れてまずやってみることが最初かなと思います、はい、出前授業とかで小学生とかに模範演奏ただ聴かせるよりも、ちょっと実際に楽器触った後に聴く時の子どもの顔、すごい楽しそうな表情する子とかいて、やっぱり触ってみるっていうことは魅力を知るための一歩だと思いますので、まあ、ぜひ触ってみていただきたいなと思います。